皆様こんにちは。宝塚ルームへようこそ。宝塚歌劇団の様々な情報をお伝えしております。当チャンネル。宝塚ルームがお送りする。宝塚歌劇団気になるニュース。今回は雪組公演。ベルサイユのバラ。フェルゼン編。にまつわる情報をお伝えしていきます。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。さて、私自身が現地に見に行ったわけではないので、お伝えするのをどうするかと思ったのですが、実際に起こっている出来事になるので、まずはこの情報からお伝えしていきます。皆さんは宝塚大劇場の外に巨大な公演ポスターが貼ってあるスペースをご存知でしょうか？大劇場に訪れたことがない方でも、写真撮影をする方が多くいらっしゃる場所でもあるので、一度は SNS 上でも見たことあると思いますし、またこのチャンネルのバックでもちらっと映ることがあるので、あの場所ねと思われた方も多いと思います。そのスペースのポスターが月組公演千秋楽後から雪組のベルバラポスターと110周年と書かれたポスターに変わったという情報を目にしていました。しかし現在、雪組のベルバラのポスターが外され、110周年のポスターが2枚貼ってある状態に変わったそうです。突然の出来事だったため、何があったのと様々な情報が飛び交っています。この件について宝塚歌劇団側からはコメントは発表されていませんが、大きなポスターゆえに一度貼ったものを剥がすという行為は目立ちます。間違った情報が飛び交う可能性がある前に、劇団側から何かしらコメントを出した方がいいように思いますが、どうなるか、また新たな情報が入った際にはお伝えしていきます。そんなベルバラですが、退団者発表がありましたので順にお伝えしていきます。市川を清見光、2024年5月21日付で退団。野々花ひまり、きらら海、アリス姫か、清見優、2024年10月13日付、東京宝塚劇場の千秋楽日で退団。トップスターさんの退団時はどうしても退団者数が多い傾向にありますが、今回もベテランの方からまだまだこれからという方、様々な事情があり退団を選ばれた方など、残念ですが退団される皆様にとって今後歩まれる道が幸多き道でありますように。今回全ての配役も発表されました。今回はフェルゼン編ということもあり、フェルゼンを綾風咲菜さん、アントワネットを夢白彩さん、オスカルを浅見純さんが演じられることが事前に発表になっていました。きっと皆さん、アンドレは誰が演じるのと思われていたかと思います。今回はアンドレ役にアガタセンさんが選ばれました。浅見純さん演じるオスカルとの今宵ひとよの場面、どんな感じになるのか今から楽しみですね。個人的に気になっているのが、メルシー伯爵を演じられます名取玲さんです。5月26日より東京にて上演が開始されますベルサイユのバラ50、こちらの舞台でもメルシー伯爵を演じられる予定でしたが、体調不良のためミサノエルさんと交代されています。雪組公演ではぜひ元気なお姿を見れたらと思っております。ベルバラは役が多いこともあり気になる配役ばかりですが、皆さんの予想は当たっていましたか？詳しい配役は公式サイトをご覧ください。それでは
今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。